2月1日ミャンマー軍はクーデターで政権を転覆させ権力を掌握しました事件の全容はいまだ明らかになっていませんが時事評論家の陳博恩氏はミャンマー軍総司令官と中国外相の会談の内容から中国の関与を疑っていますアジア新興国のクーデターは人事配置からアジア関与を 継続させるアメリカバイデン政権にとって大きな試練となります同時に密接な商業的関係と手厚い支援を行う日本も難しい舵取りを迫られていますミャンマーのクーデターの後多くの欧米諸国は声明を発表しミャンマー軍を非難しました そして拘束されている政治家を釈放し民主制を復活するよう求めました一方中国の態度は曖昧です中国外務省の報道官は中国はミャンマーと友好関係を結ぶ隣国だ我々はミャンマー人が憲法と法律の枠組みのもと紛糾を処理し政治と社会の安定を維持することを期待すると話しました 陳博氏によれば中国共産党はミャンマー軍を後押ししていたと指摘します1月中旬中国の王毅外相はミャンマーを訪問し文民であるアウン・サン・スー・チー氏やウィン・ミン氏と会談したほかミャンマー軍のミン・アウン・フライン総司令官と会談しましたミン・アウン・フライン総司令官は 王毅外相に対し、ミャンマーの総選挙には不正があり、アンサン・スーチ氏率いる国民民主連盟 NLD が獲得した圧倒的勝利は認められないと話しました。一方、王毅外相は次のように述べました。中国はミャンマー軍が民族の振興に尽力し、長期的な目線で国家の発展について考え、 中国とミャンマーの長きにわたるるる友好関係をを維持しし促進していることを称賛するミャンマー側が自国の実情に合った発展路線を探索することを支持するミャンマー軍が国家の発展の中でしかるべき役割を果たし積極的に貢献することを支持する王毅外相のこの発言はミャンマー軍のクーデターに対する黙認であり 先導とも取れるとチン・ハク氏は分析します。王毅外相がミャンマーを離れた2週間後、ミン・アウン・フライン総司令官はクーデターを実行しました。米軍は2月に入り中東に配備されていたニミッツ空母艦打撃軍をインド太平洋地域に向かわせました。 日本の横須賀港のロナルド・レーガン号空母と、南シナ海で航行中のセオドア・ルーズベルト号空母と合わせて、米軍は中国周辺で三隻の空母を運用することとなります。米中両国がミャンマー問題で対立することがあるのでしょうか。陳博士はアメリカが取れる三つの選択肢を挙げました。 一つ目は制裁ですが、アメリカ世論は否定的な態度をとっています。長きにわたり制裁を受けてきたミャンマーに、さらなる制裁を課しても効果が薄いのではないかという考え方です。二つ目は無視することです。しかし、無視はクーデターを黙認し、 5500万人の国民を擁するアジアの新興民主主義国家の滅亡を挫止することになります。三つ目は軍事行動です。米軍がミャンマー軍を撃破するのは難しくないし、民主化を望むミャンマー国民も最大限の支持で歓迎するでしょう。しかしミャンマーの背後には中国共産党政権が控えており、 牙ををき出しにししにてて一線を交えようと準備していますアメリカがどのような選択を取るにせよ誕生したばかりのバイデン政権にとって大きな試練であることには違いないと陳博氏は分析しています1月バイデン政権は国家安全保障会議 NSC にアジア政策を統括する インド太平洋調整官を新設し地日派外交官のカート・キャンベル元国務次官補をこの重要ポストに迎えました戦略国際問題研究所アジア担当上級副所長マイケル・グリーン氏は「ニューズウィーク」への寄稿文で早くから中国の覇権拡大を警戒してきたキャンベル氏を迎えることで 新政権はアジアに関心がないという懸念は消えたと書き、アジア関与を維持するとの分析を示しました。ミャンマーのクーデターに日本も苦慮しています。政府は途上国に対する支援を減らしているものの、対ミャンマー支援は一貫して高い水準を維持しており、年間1500億円以上を 提供していますさらに中国共産党の脅威に対抗するためインド太平洋地域諸国からなる地域安全保障の枠組みを強化していますこのような流れの中ミャンマーが親中国になるのを避けたいのか日本政府の本音でしょうアメリカシンクタンク戦略国際問題研究所のシニアアドバイザー エドワード・ルトワック氏は自身のツイッターで次のようにつぶやいています。もしアメリカがミャンマーを見捨てれば中国のものになるだろう。しかし日本はミャンマーと独特で強固な歴史的結びつきがあるのでミャンマーの統治者たちを中国からできる限り遠ざけることができるしそうすべきだと 日本に対する期待感を示しました。日本企業も対応に追われています。近年、新天地を求めて多くの日本企業がミャンマーに進出していますが、クーデターに伴う抗議デモなどで創業中止を余儀なくされています。さらにミャンマー軍関連企業と連携している日本企業は、 関係解消に動いていてます軍と取引関係のある会社と合弁事業を営むキリンホールディングスは5日「今回の事態は当社のビジネス規範や人権方針に根底から反するものだ」として合弁事業からの撤退を発表しました。